ニューヨークの芸術の殿堂といわれるリンカーンセンターで8日、今年7月に開催されるリンカーンフェスティバルで公演する舞台作品が発表されました。日本からは三島由紀夫原作、蜷川幸雄さん演出の近代能楽集が招待されることになり、主演の藤原竜也さんが抱負を語りました。素晴らしいトップの方たちがいる中で、僕らの芝居がやれるっていう自信もありますしね、どう見られるんだろうっていう、それは期待もありますしね、胸張ってやりたいとは思います。近代能楽集、7月28日から30日まで3回公演されるということです。